ガジャパティアサとは15世紀前半から16世紀中頃にかけて東インドのオリスサ地方に存在したヒンドゥー王朝。首都はカタック。1420年代以降、東ガンガ朝の最小カピレインドラは政治の実権を握り、1434年に東ガンガ朝を滅ぼしてガジャパティアサを創始した。成立当初、 ベンガルスルターン朝のシャムスッティンアフマドシャーが混乱をお狙い攻め込んできたが、これを撃退している。オリッサ地方14世紀後半頃のバーフマニー朝とビジャヤナガル王国創始者カッピレインドラはスーリアバンサノクシャトリアを称し、前王朝の時代に衰退した王国の巻き返しを図るため、前王朝を長年苦しめた周辺諸国との戦いに臨んだ。 カピレンドラをよく助けたのは、息子のハンビーラで、彼は1448年に、アンドラ地方のレッティ王国を滅ぼし、同年には、デカンのバーフマニー城のアラーウッディーン・アフマドシャー2世と、1459年には、その息子、アラーウッディーン・フマユン・ザリームシャーの侵攻を、撃退するなど、周辺諸国とよく戦い、王国のために尽力した。こうして、 カピレンドラの治世晩年にオリッサは繁栄を取り戻し、かつて侵略に苦しめられた周辺国にも遠征軍を送るようになり、北はベンガル王国のガンジス川流域、南はビジャヤナガル王国の領土へ、1464年にはカーベリ川を越えてティルチラーパッギまで進撃した。また、ガジャパティアサは遠征によって莫大な富を獲得し、 その首都カタックは1450年代には人口10万人達しており、この王国は中世インドの強国の一つとして栄えた。ジャガンナート寺院プルショッタマの時代に描かれたジャガンナート寺院の壁画しかし、1466年カピレインドラは死の間際武勇に優れ多大な功績を持つハンビーラではなく政治的才能を持つ下の息子プルショッタマの方が、 王朝の運命を託すにふさわしいと考え、彼を後継者に指名した。ハンビーラは、父の決定に激怒して、反乱を起こし、1472年には、首都、カタックを占領するなど、新王、プルショッタマは、窮地に立たされたが、1476年に兄を、破って、首都を奪い返し、その王座をかっこたるものとした。プルショッタマはその知性。 プリーのジャガンナート寺院の拡張工事を行い、寺院の素晴らしい壁画も彼の時代に描かれた。プルショッタマも、フオーと同様に、ベンガル王国やビジャヤナガル王国に遠征軍を送ったが、ビジャヤナガル王国の方では、サールバナラ神派が現れて窮地にあった王国を救ったため、遠征軍は追い払われた。1491年、ビジャヤナガルをサールバナラ神派一世が死ぬと、 その幼い息子ならハ派二世を要した摂政トゥルバ、ナラサーナアヤカが、領土の回復に努め、次第に反撃してくるようになった。また、北のベンガル王国でも、1493年に、新王朝のフサイン・シャーヒ・アサが成立し、同様に反撃してきた。こうした中、1500年に、プルショッタマワシに、息子のプラダ・アパルドラが後を継いだ。 クリシュナデイバラーヤ1513年のガジャパティアーサへの勝利が記されたカンナダ語の碑文プラターパルドラは非常に信心深く彼の王国に住んでいたヒンドゥー教オビシュヌ派の宗教改革家チャイタニアを保護しその弟子となって支持したしかし1509年にビジャヤナガル王国でトゥルバナラサーナーヤカの息子クリシュナデイバラーヤが王となると状況はさらに悪化していった ビジャヤナガル王国は南インドの領土をすべて奪い返した後、ガジャパティアサの領土に遠征軍を送り、1512年には王朝の重要拠点ウダヤギリが落とされて、シンハーチャラムまで奪われるなど、王朝は南インドのみならず、オリッサの領土まで喪失した。このように、16世紀に王朝は南北からの攻撃に遭い、水運の一途をたどっていき、さらには、 デカンのゴールコんだ王国の信仰も受けるようになり、そうした中、1540年に、プラターパルドラは死亡した。プラターパルドラが死亡した後、息子のカルアが継いだが、翌1541年に死亡し、その弟のカハルラが後を継いだものの、同年に、最初、ゴービンダ・ビディアーダラに殺され、ガジャパティアサは滅亡した。ゴビンダ・ビディアダラは新たに、クルダ王国をしたが、 1593年に、この王国は、ムガル帝国に征服され、オリッサ地方は、オリッサ大衆の管轄となった。ありがとうございます。